い、どうもよろしくお願いいたします。洋酒喫茶館から、動画でブログ、本日のアプリ紹介のコーナーですけれども、前回ね、忍者対戦してるって言っていろいろやってたんですけど、まあなんかちょいちょい検索して見てもらってるんで、続編をあげたいんですけれど、最近ね、まあ、どんなことをやってるかっていうのをね、まあ、皆さんに紹介したいなと思うんですよね。最近なんですけど、天狗を消してしまいました。まあ、天狗って言われると、はぁって思うかもしれないけど、こいつね、こいつレア3なんですよね。そんなに大したやつもないんですけど、ここから大事なんですけど、皆さんちょっとね、やっといた方がいいよって思う。結構忘れてる人もおるかもしれないですけど、この外郭任務ってやつ、これ、めちゃめちゃ大事なんで、これなるべくこう、クリアできるようにしといた方が、任務報酬がね、結構、馬鹿になんないなって、今更気づくっていう、のがございまして。それで、わ、これでええやん。これめっちゃええやん。稼げるやん。つって、ラッキーと思ってたら、うっかり天狗を、なんかで溶かすっていう。で、そっから、多分、50連くらい、このね、高級忍者の巻物ね。ね、もうこれを、50くらい叩いてんすよ。出んのな。レアさんが出んのな。その代わり、レア5のオロチとか、イダテンとか、レア4のサクラも、綱手に至っては、1、2、3、4、5、6体いますからね。天狗出る過程で。さらにこの星4の、ね、水剣士しばるいとか、こんなんとかもね。ちなみにもうこの過程で、あれですね。水野がレベル3になってるっていう。もうなんか、天狗出る過程で、大体のレア出してしまうっていう、ね。なんちゅうこっちゃっていう感じなんですよね。もうほんま皆さん、外郭任務だけはやっといた方がいいっす。で、まあ、どうしようかな。で、まあ、ね、うち、今はあれなんですよね、もう。まあ、この過程で。で、まあ、やっと、なんやろ、この装備でやってたんですけど、なんと、やっと、デギョリュウの伝説が出てしまいまして。で、まあ、頑張ってレイコンの粉集めて、こっから強化したろう思ってたんですけど、まあ、それも、大ランクなって、飛ばしで。だから、これを残しといて、こいつに強化するって。ただ、伝説級のデイギョリュウをこいつと合体させると、金120万くらいいるっていう。ちょっとね、もうどうしたもんかなって。なんやったら、これせっかく頑張って作ったのもなと思いながらも。ちょっといろいろ考えながらやってます、今。はい。まあ、ちょっとね、なんか、とりあえず今一番欲しいのが、天狗ですね。天狗です。天狗です。はい。天狗です。何回も言ってますけど。っていう感じですかね。まあ、あとは、まあ、実はまあ、もう他のちょっと余談なんですけど、なぜか、この忍びの里、繰り上がりで、私、里長になってしまいまして、もしよかったら、お声掛けあれば、加入していただけたら絶対助かるんで、ぜひありがたいです。今のところ自由加入にして、いろんな人に入ってもらってるんですけど、まあ、ことごとくみんなホイホイやめていきはるんで、まあね、ちょっと なるべくちょっと続けたいなっていう人がいらっしゃったら助かります。またね、コメントの方で連絡あったらありがたいですっていう感じですかね。本日のね、洋酒喫茶館から動画でブログなんですけれど、まあ、しばらく、また、ね、来年の1月の11日まで、時短営業ですけれど、まあ頑張って営業したいと思ってますんで、よろしくお願いしますっていう感じでした。ありがとうございました。ありがとうございました。